かつて室蘭線を走った黒地に黄色のラインが特徴の石炭貨車をイメージした車両や国鉄時代の懐かしいツートーンカラーに和三地日高のサラブレッドが描かれた車両など4両のデザインが公開されました JR 北海道は新型の H100 型に沿線の風景をイメージしたラッピングを施し車内にテーブルなどを設置した車両の導入をおととしから進めています この車両は国と道の補助制度を活用し、JR 北海道が同などが出資する第三セクターから無償で借り受け運行します。新たにデザインが発表された車両は、来月以降、宗谷線や富良野線などで普通列車として運行されるほか、観光列車としての活用も検討されています。